もゴルフリンコです。ともです。りょうです。今回は、うん、僕りょうが参加するドラコン大会のルールについての動画です、うん、ドラコン大会っていうのはコンペとかと同じでフェアウェイ内こう決められたところに、うん、誰が一番飛んだかっていう、うん、競技一緒だね。とにかく飛ばせばいい。まっすぐことだね、はい、2分30秒以内に球数は6球、6球の中で一番飛んだのがその人の記録でしょ、うん、フェアウェイ内に残ってるのがね、うん、どうやって距離測るのかっていうのがね、レーザー距離計で計測員ね、そうそう計測員が行って、うん、こうやって盤持ってその盤に向かってレーザーを、うん、こう、うん、打ったとこからでしょの距離だね。クラス分け、19歳の人と60何歳の人が戦うってわけにはいかない、うん、ああそうね、ね、条件的に、うん、まあだからクラス分けがちゃんとあって、うん、オープンは誰でもいいんですよって年齢はフリー、うんうん、次がシニアで45歳以上、うん、次がスーパーシニアかな、次が50歳から、うん、レディースもあってのクラス分けがあります、うんうん、ルの中で最低計測ラインがあると、うん、オープンディビジョンとシニアは270以上からしか測ってもらえない、うん、270ヤード以下は記録なし、うん、なし、うん、グランドシニア、スーパーシニア、まあ、レディースとかは、250とか200ヤードとか、まあ、その階級に、あ、ちょっと手前なんだね、階級によってちょっと飛距離が変わってくる、うん、ボールの話です。ああボールね、はい、ボールは団体が決めた公認のボールも用意されてある、うん、ボールを打つ、うん、選手に6球ずつ配られるんでしょ、うん、同じボールがね、そう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 、うん、団体は LDJ と LDA、うん、ゴルフダイジェスト JBLA、L1、JPDA、うん、この LDJ と下のゴルフダイジェストは知ってる人はいるかもしれないけど世界大会の予選になる、うーんで LDA はアジアナンバーワン、うん、日本ででもL1 は、うん、あの2011年に石川遼選手とか、うん、去年だったか GG 佐藤選手とか、うん、野球のプロ野球選手の、うん、いいのいいのポロッとかいいのいいね、うん、すごいいいバッターだったね、うん、そうで JPDA とか、まあ、JPFA とかあんまり僕は知らない。うーんで去年出たのは、去年出たのは LDJLDAA ゴルフダイジェスト、おお最高位、うん、LDAA で その時の予選の5位、うん、かなが今のところの最高、うん、343、うん、参加費は、参加費は1試合が6000円ぐらいから、うんうん、6球ね、6球6000円、うんうん、ちょっとお高めですが、うん、賞金もらえるんですかっていうのやる、賞金はアマチュアはもらえません、うん、プロの資格がないともらえません、うん、防具は普通の競技のゴルフとルールは一緒、うん、一緒、うん、あのクラブの長さは48インチまで、うん、これ意外と知らない人多いよね、46インチまででしょうとか、ああそうね、うん、だって46が長いと思ってる人いるもんね、うんうんうん、あの本とか見たら長尺って書いてあるもんね、そうそうそう46って、だからルールは競技もドラコンも一緒で48、うん、48以上はダメ、うん、で、反発の規制があったりするからヘッドもちゃんと公認の、うん、高反発じゃダメってことだね、あの 460cc までとか、うん、みんな何本か持ってきてるよね、2、3本、競技中にその持っていくのも本数の制限ないから、うん、ああそうなんだ、3、4本持っていく人もいるよね、うん、その競技の時に割れる人とか折れる人いるもんね、シャフトが折れる人とかね、基本的にドラコンの会場は、うん、あのコースです、うん、コースの打ち下ろし、うん、あのやっぱ飛ぶのが見たいから、うん、打ち下ろしで、うん、でまあ400ヤードオーバーとか、うんうんうん、っていうのはコースで出た記録、うんうん、で鹿児島は
コースじゃなくてドフラットな練習場、練習場だね、うん、450ヤードある、うん、試合はまず音楽が鳴ってる、うん、ガンガンね、ガンガン鳴ってる、うん、スピーカーがあるんだもんね、まずそう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 用意されてて、うん、実況の人もいるし、うん、2人か3人の同時打ち、うん、用意スタートで3人打っていく、うんうんうん、雰囲気がもう普通のゴルフとは全然違うね、うん、去年見て思ったんだけどね、うん、ドラゴン最初はさ、プロとかさ、学生ゴルファーとかさ、うん、そういう人たち限られた人が出るのかなって思ってたんだけど、うん、普通の一般のさ、会社員とか美容師さんとかもいたよね、うん、普通に、うん、プロと一般人一緒に戦えるっていう、まあ、戦える、これすごいよね、もう本当に飛ばしたもんガチって感じだね、うん、はい、これがまあざっくりとしたルールですね、うん、次回参加するドラコンに出る僕のドライバーたちを紹介したいと思います、うん、えりすぐりの、えりすぐってないけどね予算の限られた予算の中でそうえりすぐりの、そうそう、お楽しみに、うん、ではありがとうございました、はい。